この先分かってない。
Na na na.
ありがとうございます。さて、ラストソングでございます。って言うやん。でもさ、弱いって弱いって。この最近この子さ全然言うこと聞いてくれへんくて、てかさここ来るまでのあの何 Google マップみたいなやつで来たんですけど、めっちゃくちゃ嘘つかれんの。でここ来るまでにめっちゃくちゃ遠回り、えこう行ってこうやのに、なんかこんなんなんかいいみたいな、 300m ぐらい作るの 1.5km とか言ってて、めっちゃ嘘つくと思ってさ、もうなんかいいアプリあったら教えてください、自分の。ちょっと Google ちゃんとの最近とか思って。すいません、どうでもいい話で。どうでもよくないからね、今日めっちゃ冷や汗かいた、それで。間に合わへん、間に合わへん、思って。まあでもなんとかね、方向音痴の私もたどり着きました。そうですね、私は、あの今、専門学校に通ってて、2年生でもう3月に卒業しちゃうんですけど、最近の話で言えば成人式で歌ってきました。成人おめでとう。ありがとうございます。約1200人ぐらいいたかな、もっといたかもしれへん。舞台袖で心臓バクバク、もう ここら辺に心臓あるんちゃうかなぐらい、もうバクバクで、でもなんかそれ乗り越えたからなんかね、もう何でもいけるような気がしたりして、ほうやんか。でもね、やっぱりこの卒業した後っていうのがやっぱりどうしても右も左も分からへんところに放り出されるわけじゃないですかね。みんななんか就職したりとかいろいろあって、でも自分どうしようかなとか思ったり、でもね、こうやってあの聞きに来てくださる方がいる限り私は音楽続けますし、やっぱりね、そんな支えてくれてる人のことを音楽で支えに意味ないじゃないですかって思ってるんで、私は笑うとこちゃうで、泣くところやなんでね、最後一曲、あの成人式の時にも歌わせていただいた曲なんですけれども、諦めなければ大丈夫やでっていう、諦めへんかったら無理なことってある？だってホルモンとかさ、肉のホルモンとかさ、噛み切られへんけどさ、飲み込もうと思ったら飲み込めるやんかみたいな感じで、なんか諦めへんかったら大丈夫なんじゃないかなって自分は思ってるんで、私もねシンガーソングライターとして有名になろうっていう夢を持ってるんで、諦めへんかったら大丈夫でって言えるようになるまで、ね、私は走り続けていこうと思います。知れないんですけど、取り任してもらったんでね、今日こっちちゃうで、最後最後っていう通りな、任してもらったんで、私は精一杯、歌わせていただこうかなと思います。はい、最後一曲大事に歌います。未来の君へと捧ぐ。
つつけることに意味があって、すぐにやめてしまうのならその程度だと思うの。君にしかできないことを大切にして生きて、なんだって上手にできれば誰かを選ぶことなどなかった。でもできることがねあって前を向く未来の君へと捧ぐ。諦めへんかったら大丈夫。